アメリカに移住するにはどうしたらいいかというテーマで超具体的に解説していきたいと思います。簡単に自己紹介しておきますと、私はソフトウェアのエンジニアで42歳でアメリカに移住してから15年経ちます。現在ニューヨーク州に住んでいます。転職してオレゴン州、ワシントン州、コロラド州、テキサス州、ミシガン州、ペンシルベニア州、メリーランド州などを転々としました。 どういう理由でアメリカに来たいかは人それぞれだと思います。海外の方が年収が高いとか、日本の将来を悲観してとか、海外に住んで自慢したいとか、単にアメリカに憧れているとか、金髪で青い目の彼女や彼氏が欲しいとか、まあそういった理由がありますよね。まず最初にはっきりさせておきたいんですが、アメリカに長期滞在するには、学生ビザか就労ビザか永住権が必要となります。学生ビザも就労ビザも非移民ビザです。 なので、あの、学校卒業したとか、会社を退職したとか、まあそういう風になったら、あの、速やかに日本に帰らないといけないです。アメリカの大学の学費がすごい高いんですね。年間500万円以上っていう場合もあります。そうなると4年間で2000万円以上ってことになりますから、これはかなりの出費になるんですよね。親御さんがすごいお金持ちだとか、 ね、貯金がたくさんあるとかそういう状況じゃない限り、まあ、これは現実的ではないと思いますよね2000万円使ってアメリカに移住するんだったらじゃあ毎年アメリカに遊びに来るとか、まあ、年に、ね、45回旅行で来るとかそんなんでもいいわけじゃないですか就労ビザにはいくつかあるんですけども、まあ、これを具体的にあの一つ一つ見ていきたいと思いますが結論から言いますと L1 ビザ H1B ビザ E2 ビザのこの3つしか、まあ、普通の一般的な日本人にはあの取得できないんですねで就労ビザっていうのは、まあ、基本的にはアメリカ中を探したけどあのその技術能力を持った人が1人もいなかったから仕方なくあ外国人を招聘するというのが前提にあるんですねですからあの、まあ、単純な労働者では あの、取得できないんですよ。これ、例えばね、タクシーの運転手だとか、コンビニのバイトだとか、まあ、こういうね、まあ、言っちゃ悪いですけど、あの、誰でもできる仕事、こういう人にはアメリカは、あの、就労ビザ出しません。まあ、一つ例外的にあるのは、あの、農業の季節労働者っていうのがあるんですね。これ、あの、まあ、農作業、 であの収穫とかそういうのをやるのに人手が足りないと。ですからまあこういう人をあの短期的に、季節的に雇う。こういうのはあるんですけども、皆さんこれあの、アメリカに来てリンゴの収穫とかやりたいですか違いますよね。多分、アメリカに来てまあちょっと都会に住むとか、田舎の方にでっかい家を買って住みたいとか、まあ、そういうのはあの夢だと思うんですよね。 それであの就労ビザっていうのはもちろんあのスポンサー企業っていうのが必要なんですつまりあのアメリカの企業に転職しないといけないんですねアメリカ移住っていうのをあのグーグルとかで検索しますとまあいっぱい出てくるわけですよ、まあ、日本語で入れると分かりますけども,あの,ものすごいこうねどこまで本とかわからないような情報がいっぱいあるわけですねその情報っていうのは古いかもしれないですよね 今はもう法律が変わってて、あの全然システムが違ってるかもしれないですね。ですから、最新の情報っていうのは得る必要があります。で最新の情報がどこにあるか、正しい情報がどこにあるかっていうと、これはもうアメリカ移民局のサイトにしかないんですよ。これ日本語で検索して、例えば出てくる情報なんて、誰かが何年か前に経験した内容を書いてるとか、どっかで聞きかじってきたような内容を、 まあ適当にこう書いてるとかまあ無責任な情報なんてのもいっぱいあるわけですよねまあデマとか、まあ、そういう情報っていうのは全然信用できませんからアメリカ移民局のサイトっていうのをあの見るようにしてくださいでアメリカ移民局っていうのは USCIS っていう名前ですこの後アメリカ移民局のサイトの方に行って具体的にあの一つ一つのビザについて解説していきたいと思いますもう一点これ強調しておきたいんですが アメリカ移住であの最も重要なのは英語なんですね。まあこれ当たり前だと思うかもしれませんけども。でもこれ分かってない人がもう非常に多いんですね。で、アメリカに来ても、あの、アメリカ人がね、急にね、日本語喋ってくれたりしません。アメリカに来れば、まあ苦労しなくても、まあ自動的にあの自然に英語が喋れるようになるなんていう、こうね、幻想を抱いている人もいるかもしれませんけど、そういうふうにならないです。 自分でちゃんとね英語勉強しないと英語ってのは上達しませんから私の知人の日本人でもアメリカに何十年も住んでる人っているんですよでも彼らの英語もね本当にね全然ひどいもんであのレストランとかでもなかなか通じてないんじゃないですかねですからあのテレビとか見てもよくわかんないんでんテレビジャパンっていう、ね、日本語の,あのテレビを見てる人が多いんですよね それじゃあ具体的にアメリカ移民局のサイトに行ってあの調べてみましょう。USCIS、Working Visa なんて入れてみましょうね。そうですねこう出てきますね。Working in the United States ってやりますね。これこ見てみるとこれ、アメリカで働くにはってこれ、もうこの,この時点であの英語、 全部英語じゃないかと。もうこれつらいって。こ,こう思ってる人いたら、これ、これ大間違いですよ、これ。アメリカ来たら全て英語ですから、これ。ね、日常生活全て英語。テレビも英語。レストラン行っても英語。館内よって人は、こう、一生懸命こう英語の勉強今から始めてください。じゃないとアメリカ来てこう生活できないですから。英語ができないってことは、アメリカで友達もできないんですよ。もう彼女とか作るなんてもう全然問題外ってことになりますよね。 USCIS っていうのはこう、こう見てわかるように、ね、U.S. Citizenship and Immigration Services でありますよねで。これも略なんですよね。U.S.C.I.S. とありますね。で、このアメリカで働くにはっていうサイトを見ますと、このテンポラリーの,あの、ね、非移民あのビザについてのことがありますね。ここを見ていますね。でこ,れこれが非移民ビザ。つまり、あ,のあれですよ。この 就労ビザのことで,すで、これ、まあ、こう見ていくと、いろいろ出てくるんですね。こう見ていくとわかりますよね。こういろんなビザがあります。で、これ一つ一つ見ていきますね、これ。最初、これ C w、CW1 ってありますよね、この。で、CNMIONLY って書いてありますこれ、CNMI って何かっていう、これ、マリアナ諸島のことなんですね。The Commonwealth of the Northern Mariana Islands。で、この略が CMNI ですね。ですから、これ、日本人当てはまりませんがこれも。 パスですね。で、E1 っていう、これ E ビザってありますよね。これはね、いけるんですよ。で、これちょっとま,またあの、あの、後でじっくりいきますけど、次にあるのがあの H ビザっていうのがあるんですね。この中で取れるのは、この H1B ってやつです。あの、日本人が取れるのは。で、これも後であのじっくりいきますんで。I ビザってのがあるんですが、これ見てもわかる通り、あの、 ね、ラジオとか放送局とか、まあ、そういうあのメディアの人たちのためにあるんですね。これ、報道ビザって言ってもいいでしょうね。で、次に、L ビザってのがあります。でこれも行けるんですよ、実は。で、これも、あの、後でじっくり解説します。から、O ビザっていうのと P ビザってのがありますけど、これもよく似たようなビザなんですね。でこれ見てもわかる通り、あの、 あのスポーツ選手だとか映画のディレクターだとかまあそういったあのビザになるんですねで他にもあのねこの野球選手だとかまあそういうスポーツ選手映画俳優まあこういった人たちが大ビザとかピザなんですねまあ、まあ、まあ普通の人には取れないって考えていいですよねこれ Q ビザってのがありますねこれでこれはあの これ文化交流とかまあそういう人のためのビザって書いてありますから、これもあの取れないと。R ビザってのありますよね、これ。これはあの宗教的な人ですよね、この。だから、宗教指導者だとかまあそういう立場の人は取れるんですけど、これも普通の人に当てはまらないと。TN ビザっていうのは、これ見てもわかるとおり、ナフタですね。北米の あの、自由貿易協定に関連するやつで。これもあの、メキシコとカナダのみなんで、これも当てはまらないです。ですから、日本人で取れるっていうのは、結局、L ビザ、H ビザ、E ビザ、この3つだけになります。じゃあ、あの、E ビザ見ていきますけど、ま、E1 っていうのと E2 っていうのが一般的に普通取れるんですが、ま、これ、あの、e、E2 っていうのを見ていきましょう、e。E2 の方が、あの、さらに一般的なんで。 E2 ビザっていうのは treaty investors ってあるように投資家ビザって予約されることが多いんですね具体的には日本企業がアメリカに支店を持ってますとでそういう場合にあの使えるんですねであの例えばトヨタがアメリカに支店がありますとでトヨタの社員であればこの E2 ビザっていうのが使えるんですよでこの E2 ビザっていうのはこれ誰でも取れるわけじゃないんですねこれあの特定の国の 企業しか使えないんです、すこれ、でこれどういう国かっていうと、A country with which the United States maintains a treaty of commerce これ、どういうことかっていうと、に日本はあの日米通商条約っていうのがありますよね。これ、ね、Treaty of Commerce、ね。通商条約。ですから、これ、使えるんですよ。で、まあ、この e a ビザっていうのは、あの西側諸国ですねあの。西側ヨーロッパ。 日本、韓国、オーストラリア、えー、ニュージーランド、まあ、こういった国の人は、あのこういった国の企業があのアメリカに支店がある場合にあの、その社員が使えるってことです。で、これ、あの期限を見てきますと、2年なんですね、これ。私、昔、あのこの、ね、E2 ビザって取ったことあるんですが、 その時はね5年だったんですよ。これ今ね2年になっちゃったんですね。こういう,こう,いうふうにあの、ね、コロコロ変わりますから、ですから最新の情報っていうのはこの u s i s しか取れないんですよ。これ延長は何回でもできるんですよ、これ。これ。There's no limit、ね。もしトヨタの社員がアメリカに駐在に行った場合に、 あのこの E2 ビザっていうのを使えば何年でもいられるんですよアメリカに何回でも更新したらいいんですこれ2年ごとに条件ありましてねこれあの辞めたらこれ切れちゃうんですよこれ転職もできないんですよ会社退職したらクビになっちゃったらそしたら日本に帰るしかないですこれが E2 ビザですこれ一番いいんですねこれ結局だ何回でも更新できるからまああのアメリカにずっと行き行い続けて で、嫌になったらまあ帰るとか、まあ、そういうこともできるわけですよ。次はこれ H1B 見てみましょう。H1B ってこれ何なのかっていうと、あれですね、特殊な、まあ、技能を持った人用のビザになるんですね、これ。これ昔はあの寿司職人とかでも取れたんですね、これ。ダンサーとか。 いや、寿司職人なんていっぱいいるでしょ。誰でもできるでしょ。えダンサーなんてそこら中にいるじゃないですかって思うかもしれないですけど、例えばね、あの、お袋の味っていうのはお袋しか出せないんですね、これ。その技術を持った人がアメリカで探してもいないって証明するのは簡単なんですよ。このお袋の味はうちのお袋しか出せませんからって言い合いだけなんですから。だから取れるんですね、これ。で、昔はそういうふうに簡単に取れたんですが、 残念ながら、最近では、あのまあ、技術者とか、そういう専門技能、ね、専門に特化している技能を持った人向けになる傾向が強いです。まあ、これ、寿司職人が H1B 取れないかっていうと、ここはちょっとよくわかんないんで、まあ、個別の,あの情報であの調べるしかないですね、これ。まあ、移民弁護士さんとかに相談するって手もありますけども。 これ、アメリカに何年いられるかっていうのを見ると、up to three years ってありますから、これ3年ビザなんですね。更新できるかもしれないって言ってるんですよ。cannot go beyond a total of six years。ですから、これ6年以上いられないんですね、これ。最長で6年のビザだと思ってください、これ。H1B ビザには発給数の上限があるんですね、これ。これちょっとそれ見てみますと、 H1B キャップってのがありますね。これ見ますとわかるように、これ6万5千件なんですよ。1年間に6万5千件しかこれ発給できないですね、このビザ。で追加で2万件。まあ、これ入れても8万5千人しかあのビザ取れないんですよ。H1B ビザの発給要件見ていきましょう。これここで見てもわかるように、これ Bachelors or higher degrees in the specific specialty ってありますよね。 ですからこれあの大卒以上でこの専門分野のあのエキスパートであることが必要なんですねでもここで重要なのが一つあるんでこれちょっと説明しておきますけどあの or its equivalent ってありますよねこれね非常に重要なんですよでこれはあの転職の際にもよくあの大卒に限るとか書いてあるあの募集要項はあるんですねですが大卒じゃなくても 同等の知識とか経験とかそういうものがあれば、大抵あの、採用してくれるんですよ、アメリカっていうのは。日本だとあの、大卒に限るって書いてあって、まあ、大卒なら何でもいいですと。経済学部出てて、ソフトウェアのエンジニアに募集してきてもいい、あの、日本だったら通ると思うんですね。でもアメリカダメなんですよ、これね。募集してるのが、例えばあの、機械、 のエンジニアだとしたら、それ機械工学とかそういうのを勉強した人じゃないと、これ、近くにならないんですよ。経済学を勉強した人じゃ機械のこと分かんないでしょっていう、まあ、そういうしっかりちゃんとアメリカを見るような社会になってるんですね。で、まあ、あの他にも追加で、まあ、あのこの中の一つを満たすことなんていうのがあって、で、まあ、大卒ってまたこう同じこと重複して書いてあるんですけど、でもやっぱり、あの、It's equivalent って書いてあるんで、 あの大丈夫なんですね。次にエルビザっていうのを見ていきましょう。エルビザの条件っていうのは、ここにもありますように Intercompany Transferies in Positions Utilizing Specialized Knowledge Inter。Intercompany 国際企業ですね。で、Transferies 転勤・転属。であの、特殊な能力・知識。 これを生かしたものであることこういうふうに書かれてるんですねじゃあここであの L ビザが何年ビザなのか確認していきましょうここにありますように3年ビザなんですねであの1回だけ更新できてこれが2年間有効なので合計で5年ですこれ昔はね6年だったと思うんですねだからちょっと法律が変わってます エルビザっていうのは先ほど説明したように国際企業の,あの転勤で使うものですでこれはアメリカ企業で日本に死者がある場合ねそのそこの優秀な社員がいるとでそういう人をあの本社に連れてくるとかアメリカの国内の指定に連れてくるっていう目的で使うんですねでここまで見てきてどうですか皆さん感想はこれかなり厳しいっていう印象を持った方が多いんじゃないでしょうか でも諦めないでください。まだ方法あるんですよ。ですのでそれを次回以降に解説していきたいと思います。